キス FM がお送りしているバンディーズバッツゴーイングオン、もう、日本一明るい経済新聞主催、日本一明るいマインドフルネス、そのですね、瞑想講師の小野京子先生です。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。僕ね、まあもうね、半年、はい、もう やらせてもらってます。でなんとなくね、このマインドフルネスというのが分かってきたんですけども、はい、やっぱりパニックになりやすい、なりますよ。呼吸がもう荒くなってですね、あ、この人の前行った時、緊張する人っているじゃないですか。これバイブレーションが重い方とか、だからやたら気使ってくれるんやけど、はい、こっちまで気使ってきて、うわ、どうやってこの人の前でリラックスしようとか、私もありますからね。あ、しますよ。じゃあ先生がそんなこと言ったら、あ、いけない。どうしよう。まあ、だから人間ですもんね。でもね、はい、あるんですよ、皆さん、はい、でもその緊張してるという自分が分かって、はい、それを抑えることができると思うんですね。これね、せっかくね、あのラジオの方さっき撮ったんですが、はい、これインターネットに載せる番組宣伝ですから、はい、苦手な時の人に会った時のマインドフルネス、はい、ちょっとミニ講座を。ミニ講座、はい、はい、あの効果あるとすごく嬉しいです、はい、苦手な人に会うと、もし分かってた時のその前の対策、こうやっぱり、はい、あの自分の体が緊張しないようにと思い込むんですけれども、どこで緊張してるかも分かってないですね。そう、あ、 なんかねこうパニックになっちゃって分からなくなるっていうことありますよね。酸欠はい、その時はあのでも呼吸はちゃんとできてます。生きてる状態がしますから、はい、呼吸に意識を向けてください。あ、今呼吸が上がってると思ったら、呼吸が上がってる、はい、上がってますよ。そしたらゆっくり吸って、ゆっくり吐こう、まずそこに意識を持っていってください、はい、そうすると呼吸っていうのは体全体に回るものなので、はい、そういう意識が薄いですけどね、はいはい、なんか酸欠になるってことは、この辺だけでしかしてないでしょ。困ってる、肩が上がってきて、余計ここあの固まるので緊張しますから、はい、呼吸を全体に回そうということで、あ、酸欠になって困ったって、そこにまず気がつくことが大変かもしれませんが、気がついた瞬間ちょっと深呼吸しようと、そのつもりでゆっくりたくさん吸って、たくさんゆっくり吐くというのを1回してから、普通に自分のペースで酸素をたくさん吸おう、空気をたくさん吸おう、ゆっくり吐く、鼻がこう吸っちゃう、鼻からゆっくり吸って、呼吸を吸って吸って、少し長く吸って、はい、ということで、声の音も下がりましたけど。